センター裏側コーナー255ポンド川田俊明32歳、デビュー13年目、川田俊明。砂漠レフェリーは福田昭彦レフェリーです。60分の一本勝負で行われます。次期三冠王座挑戦者決定戦、川田俊明対小橋健太。まもなくゴング。今ゴングが鳴りました。三冠王座の次期挑戦権がかかったこの試合。おお、まずは相手の気をそぐような川田の立ち上がりの戦術です。さて解説の馬場さん、はい、この両者試合立ち上がり表情をご覧になっていかがでしょうか。そうですね、ちょっと硬いような気がしますね。いきなり川田キック、さあラリアットかわした、逆水銀キック、小橋さん早くまだ固めた。ロープ、サードロープに足がかかっております。ロープブレイクです。ロープブレイク、サードロープに足がかかった。福田レフェリーの裁定はロープブレイク。おお、ちょっとこれはしかし正規軍サイドのセコンド陣が黙っていない。大森隆夫、そして井上雅夫が今のは3カウント入っていたんじゃないかと猛烈に抗議します。おっと、リングの中には小川義成も入ってきた。世界ジュニアヘビー級チャンピオンの小川義成も入ってきた。いや、いきなりの試合立ち上がり、馬場さん、ロープに足がかかってますよ。かかってますか、ね、立ち上がり猛烈な攻撃を仕掛けていった川田俊明。いや、綺麗にしかし円錐に、まあ、入りましたけども ね。そして小橋健太がリングの外、小橋健太がリングの外です。そうでなきゃね、川田がもっと怒ってます。あ、なるほど、ね、一番よく分かっているのが試合の当事者ということが言えるんでしょうか。川田もよく見えなかったんでしょうけどもね、さあ今ようやく小橋健太がリングに戻ってまいりました。2位を上げていく、2位リフト、ステップキック、蹴っていく、蹴っていく、蹴っていく、さあ小橋、おっとキックはかわした、キックはブロック、ハイキックは、ハイキックは側頭部、こめかみのあたりにズバッ、こめかみのあたりにズバッと決まっています。川田俊明とこの小橋健太のシングルマッチ。さあ早くもパワーボムの体勢だ川田。去年はシングルマッチを参戦して全て時間切れの引き分けに終わっております両者。小橋健太は未だにシングルマッチではこの川田から3カウントを奪ったことはありません。さあステップキック、ステップキック。確かに大阪でね、震災のあったすぐ2日後でしたね、後でしたけども、はい、素晴らしい試合をしましたですね。三冠王座決定戦、はい、三冠戦でこれは川田が、当時のチャンピオンの川田が小橋健太の挑戦を受けまして、今馬場さんのお話がありましたように三冠戦史上初の60分間時間切れドローという壮絶な選手権試合を展開しました。この2人、さあ打撃系打っていく、蹴っていく、さあそしてカバーだ、2カウントです。元三冠王者の川田俊明、三冠戦に初挑戦したのが平成3年の10月24日、当時のチャンピオンはジャンボ鶴田でした。その後はスタンハンセン、そして三沢ミスタルに3回挑戦、6度目の挑戦でスティーブ・ウィリアムスを破って第12代の三冠王者についた川田俊明。一昨年の10月22日日本武道館大会でした。さあパワーボムの体勢だ、早い仕掛けの川田俊明、防戦一方の小橋健太、ステップキック、もう一発蹴っていきます、もう一発蹴っていく。一方の小橋健太は今日のこの一戦に勝ちますと4度目の三冠挑戦ということになります。逆水平、あー、こらえる、チョップの持ち合い、一つ返す、小橋も返す、キックだ、
ハイキック、ラリアットかわした、バックを取った、バックを取った、バックドロップ、急角度、急角度、サード回し、ラリアットを打っていきます。両者譲りません、両者譲らない。いやーしかし馬場さん、去年この両者はシングルマッチを戦って3試合とも全て時間切れの引き分け。馬場、ね、馬場さんはこの川田と小橋シングルとしての実力の差、実力差これね、もう互角ですよ。互角ですか。あの今までは、川田にしても防衛はですね、はい、1時間を戦えばその試合が終わるわけですね、防衛ですね、はい、今度今日の場合には、その決着をつけなきゃいけないです ね、 そうですね、どっちから挑戦するのかという、ここでね、やっぱり引き分けがないということでね、はい、そのペースの配分ですね。なるほど。さあ、耳そぎ、今、まあ、小橋が今、ずいぶん先に先手を取られてましたけども、そうですね、まあ、小橋のこれは作戦かもしれないですね。なるほど。さあ、立ち上がり仕掛けていった川田俊明、その作戦が吉と出るか京と出るか、次期三冠王座挑戦者決定戦、60分の一本勝負、ブレインバスターの体勢は小橋健太、さあ上がるか、さあ上がるか、さあどうだ。今年のチャンピオンカーニバル公式戦ではこの川田が小橋を下しています。さあ小橋独特対空時間の長いブレインバスター、今年のチャンピオンカーニバルではシングルマッチ川田が小橋を下しているんですが、今日のこの一戦、次期三冠王座挑戦権がかかったこの一戦ではどうか。先ほどの馬場さんのお話では、この小橋健太と川田俊明シングルマッチでの実力の差は全くない、五分と五分だというお話がありました。さあ2本の足に今度は川田の足が挟まった、川田の頭が挟まった。さあ引っこ抜くか、返していきます、川田俊明が返していきます。さあ足を取ったぞ、ああちょっとナックルのあたり、耳のあたりを押さえている川田、譲りません。両者かわした、チョップを打った、返した、小橋も返した、打撃には打撃、チョップにはチョップ、キックにはキックを返していく。さあタイガースープレックス、投げ捨てだ、投げっぱなし、打っていった、いきなり打っていきました。今の角度も馬場さんかなりいい角度で押してましたね。いいですね。でもやっぱり川田がやっぱりロープの、はい、近くでした、はい、ですから小橋はもう抑えにも行きませんでしたね。なるほど。さあしかしかなりのダメージが川田に残っているに違いありません。さあ本部席、本部席机を利用して、おーおおギロチン、ギロチン鉄柵を利用してのギロチン、おっと川田俊明、さあ向こう正面では小橋健太が場外のマットを剥がしたぞ、場外のマットを剥がした。さあ DDT、 マットなし DDT、 川田目を閉じる。いやー壮絶な一瞬、中島体育センターシーンと静まり返りました。さあ今度は川田俊明をリングの上に戻しました小橋健太。タッグマッチではこの川田からフォールを奪ったことはあるんですが、シングルではまだ川田からスリーカウントを奪ったことがない小橋、トップロープからのショルダータックル、ツーカウントです。フライングショルダーはツーカウント。小橋健太三冠初挑戦は平成6年の9月3日、相手はスティーブ・ウィリアムスでした。さあジャックナイフに固めた、カバーはカウントは2、2度目の挑戦は去年の1月19日、相手はこの川田俊明、阪神大震災の2日後に行われたこの試合、両者一歩も譲らず、三冠戦史上初の60分間フルタイムドロー、引き分けに終わっております。そして3度目が去年の10月25日、三沢光晴に挑んだ三冠戦、4度目の三冠挑戦権をかけて戦っております小橋健太。さあ腕を取りに行った川田、腕ひしぎ、腕ひしぎ、ロープブレイクです。
サードロープに足が届いています。今日のこの一戦に勝ちますと川田あるいは小橋最終武道館大会で三冠王座に挑戦する権利を得ます。さあどちらが先に立ち上がるか。川田俊明もかなりのダメージ、先ほどの場外戦マットのないところでの小橋の DDT をまともに食らってしまいました川田。さあダメージ両者どのあたり残っているか。試合時間10分を経過しました。次期三冠王座挑戦者決定戦60分の一本勝負で行われております。この試合に勝った方が最終武道館大会で三冠王座に挑戦することができます。川田が勝てば去年の7月24日以来10ヶ月ぶりの三冠挑戦、小橋が勝ちますと去年の10月25日以来4度目の三冠挑戦ということになります。キック蹴っていく、蹴倒します川田。さあこの川田俊明、この試合から24時間前に行われた世界タッグ選手権試合三沢秋山組の挑戦を受けたんですが、秋山のエクスプロイダー3連発に不覚を取りまして第28代王座から転落しております。現在無冠の川田俊明、この試合はどうしても負けるわけにはいかない。おっと腕ひしぎが入った、小橋入った、川田の足がロープに届いております。ロープブレイク、あーロープには逃れたんですが、これもダメージ川田に残っているんでしょうか。左の腕のあたりを気にしております川田です。ストンピングを打っていく、休みません小橋健太。三冠統一ヘビー級のベルトをかけて、その挑戦権をかけて両者が戦っております。力道山から受け継いだインター王座、ジャンボ鶴田が守り続けた UN のタイトル、そしてジャイアント馬場の血と汗が染み込んだ PWF 王座、その3本の伝統のタイトルをまとめ上げた三冠統一ヘビー級チャンピオン、その選手権挑戦権をかけて両者が60分の一本勝負シングルマッチを展開しております。さあ左の腕を取りに行った小橋健太、アームバーです。先ほどの腕ひしぎから、馬場さん先ほどの腕ひしぎからこの左腕への集中攻撃、この時間帯小橋この攻めはいいですか。いや悪くはないですけどもね、さあこれ一気に形勢逆転か、一気に形勢逆転か。あーしかし川田俊明、先ほどから集中攻撃を受けている左の肘のあたりを盛んに気にしております。たった一発のキックで一気に形勢逆転に成功しました川田俊明です。さあ川田、うわ足をかけたのは小橋です。ギロチン、円髄へのギロチン。さあ青コーナーから助走をつけてギロチンドロップ。さあまたもやここで川田の動きが止まったか、川田の動きが止まったか。フルネルソンの体勢、フルネルソンに取ろうというところ、ロープに逃れます。さあ取った投げた、打った、カウントはどうか、カウント 2.5、 カウントは 2.5、 ドラゴンスープレックスはカウント 2.5。 さあ小橋健太、この後はどうする、この後はどうするか。さあ小橋ボディスラムから、おお長い助走を取りました、長い助走からギロチンドロップ、逃げた、そして逃げた、札幌のお客さんも一緒に逃げた、トップロープを目指す、いや川田がこれはよく見ていました。ロープに逃れてロープブレイク、逆水平です。さあそしてロープに振ろうというところ、ロープに振ろうというところ、川田がロープを押さえている。さあロープに振り返したのは川田、振り、あースピンキック掴んだ、倒した。さあどうする、今まで一度もシングルマッチではこの川田に勝ったことがない小橋、裸締めか、裸締めか、オブライトを落とした裸締め、
オブライトを失神に追い込んだ。あらかじめおさあスタンディング、川田目を閉じる、川田目を閉じる、川田目を閉じます。馬場さん、このスリーパーどうでしょう。まだね、まだ大丈夫。あ、これで随分あの今入りましたか。顔をね、あの傾けますからね。逆に取りました。それがいいんですけども、小橋が今度はショルダースルー、川田がショルダースルー、ハイキックを打っていきます。あ、蹴り返す、蹴り返していく。ナックルパートです。側頭部、こめかみのあたり。川田のスピンキック。試合時間15分を経過しました。次期三冠王座挑戦者決定戦、60分の一本勝負で行われます。この試合に勝った方が最終武道館大会におきまして三冠戦に挑戦する権利を得る。バックを取った、ジャーマンだ、投げ捨て、ジャーマンだ、ジャーマンスープレックス。小橋が後頭部から全体重をまともに後頭部に受けてしまいました。さあどうする川田。ストレッチプラム、ストレッチプラム、ロープまではまだ距離がある、距離がある。ああ盛んに盛んに上半身を揺すって脱出しようという小橋ですが、汗で滑るか、汗で肘のあたりが滑るか。川田返していきます、返していきます。さあ、ラリアット、ラリアット、カウントは、カウントは2カウントです。さあ川田、去年の7月24日以来10ヶ月ぶりの三冠挑戦権を得ることができるんでしょうか。そして一方の小橋がこの試合に勝ちますと、去年の10月25日以来4回目の三冠戦挑戦確定ということになります。リングの中央、さあ川田、小橋の頭が挟まれた、小橋の頭が挟まれました。引っこ抜くか、膝をつきます。小橋健太、膝をつく、捕らえる小橋。川田どうする。さあ抜けるか、抜けるか、いや抜けない、抜けるか、抜いた、落とした、固めた。カウントはどうだ。2カウントです。カウントは2、まあ、今の体勢もいいんですけども、はい、あの小橋は跳ね返す楽なようなとこまでもう持っていかれてしまいましたからね。なるほど。かえってあのもっと体を上へ持ち上げない方がいいんじゃないかと思いますがね。キックは、キックはブロック、小橋キックはブロック。さあもう一度、もう一度裸締め、スリーパーホールドからネックブレーカー気味に落としていきました小橋。川田、川田、おー目を閉じる川田。さあどうか、先ほどのスリーパーから続けて首への攻撃、小橋健太見事。さあカバーに入れるか、カバーに入れるか、固めいった。ツーカウントです、ツーカウント。もう一度裸締め、スタンディングの裸締め。去年は3回シングルマッチを戦って3つとも引き分け、時間切れ引き分けの両者。固めていった小橋、どうか。カウントは2です、2カウント。先のシリーズチャンピオンカーニバル公式戦ではこの川田俊明が小橋健太からカウント3を奪っておりますが、実力はまさに五分と五分です。両者デビュー13年目の川田、デビュー9年目の小橋、かわした。川田のキックはかわしました、小橋健太かわした。スピンキック、スピンキックは頭部に命中。川田のかかとのあたりが頭にぶつかりました。キックにはキック、キックカウンター、入った、今のは入った、今のは入った。もう一発、2連発、2連発で入った、まともに入った。おー、しかし打っていった川田も、その打っていった方の足を痛めてしまいました。さあどうなる、次期三冠王座挑戦者
どうなるんだ、挑戦権は川田かあるいは小橋か。さあ川田、小橋の体を今反転、小橋の体を反転、川田ノラー、カウントカウントスリー、カウントスリー、次期三冠王座挑戦者は川田俊明に決定いたしました。最終武道館大会で三冠王座に挑戦するのはこの川田俊明、去年の7月24日以来10ヶ月ぶりに三冠戦に挑戦するということになります。最後はカウンターで入ったキックの2連発、見事に川田が小橋を蹴り倒しました。馬場さん、そうですね、一言お願いします。よく川田が見てですね、小橋の顔に入りました。それも2発ね、連発で破壊力抜群の川田俊明、小橋健太を蹴倒して三冠王座挑戦権をつかみ取りました。勝負タイムは19分と41秒です。おお、小橋健太はまだ立ち上がることができない。ちょっと、おお、あ、目は開いています、目は開いています。小橋健太は去年の10月の25日以来4度目の三冠挑戦ということにはなりませんでした。ああ、勝った小橋、勝った川田俊明、24時間前に世界タッグの王座から転落した川田俊明が今日は意地を見せつけました。